い、間もなく。十分切りました。そら豆ラジオ始まるよ。猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、2匹合わせてそら豆。皆さんこんばんは。8月23日木曜日、そら豆ラジオ始まりました。シンガーソングライターのゆうきとチェリー味の、はいはい、今やっとモニターつけました、チェリー味のミキサー、私キャンでございます。エコーかかりっぱなしでしたね。そうね、いいね。なんか眠くなっちゃうこのエコーでなんかどっかの世界にいるみたいに。いいんじゃないですか、どっか逃避行しましょうよ。そうね、お盆だしね。お盆だし、お盆ですからね。はい、別世界に繋がってますからねどういうことえ、あの世に繋がってるって。あ、なるほどね、あの世に繋がってる、あの世が繋がってるのか。あの世が繋がってます。そうね、僕は女の子と繋がりたいですけどね。あ、なんか今日調子いいですね。え、いいですか。どうしたんですか。いやちょっとね、週末パーティーありますんでね、ちょっとテンションが徐々に徐々に。何何パーティー。サマーパーティーを行きつけのバーであるんですけど、楽しそう。いつも通りちょっとやってくんないって言われてるんで。あ、 DJ を。はい。おー、いいですね。楽しみじゃないですか。楽しみですよ。私は今週末は、うん、明日ライブだよ、みんな。モッツで。イェイイェイイェーイ。そう、明日ね、お盆の中日なんだけど、ライブがあって、ちょっと忘れないうちに告知しとこうね。いつも時間なくなるから。明日、ライブハウスモッツで、オープン19時。スタート19時半で、6組のアーティストが出る対バンのライブがあります。でチケット2000円なんですけど、今回ご招待券があるので、ドリンク代500円だけでライブ見ることができます。なので皆さんぜひぜひ、明日お盆の中日なのですが、ウートとした後にぜひ私のライブ見に来てください。お声かけいただければこの招待券ご用意しますので、よろしくお願いします。お願いします。そして9月1日ね、そら豆ライブボリューム2っていう、こういう時ボリューム2っていうの。ボリューム2って大体言いますからね。そう、ボリューム2。ボリューム2。読書の秋、食欲の秋、そら豆の秋っていうライブがあります見て、フライヤーも作った。これは9月1日土曜日、オープン18時、スタート19時、チケット2000円、ワンドリンク別となっております。このライブはもう私の、ね、定期的なワンマンライブになってるので、もう2時間から2時間半ぐらい私がぶっ続けて歌って、私のいろんなオリジナル曲や、ね、いろんな顔が見れると思うので、皆さんぜひ遊びに来てください。チケットのご予約受付中なので連絡くださいませ。お願いいたします。ませ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 。なんかオープニングから告知ってなんかあれだね。なんか斬新ですね。ね、そうだね。だってさ、そうしないとさ、忘れるんだもん。忘れるし、なんか喋ってたら終わってるのにそうですよ。そう、ゆきさんいつも忘れるからですよ。忘れてるんじゃない、間に合ってないだけ。間に合ってないだけ。時間コントロールができてないんですね。そうそう、じゃあそれはね、あれだよ、楽しいからでしょ。まあトーク力があるってことですかね。みんなと時間配分力はないのかもしれないってことで、ちょっとツイキャスも見てみようかな。はいはい。タイゴさん、ヤッホーって。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。レイニーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。シュプリームさん、やる気元気、スクワットのゆきちゃん、チェリー味のキャン君、こんにちは。はおー、スクワット来たか。そうですよ、相変わらずやってません。やりましょうやりましょう。やるかな、スクワット大事。うん。で、なんの、の、のの、なの中の、こう、のの中の、のの中の銀のホタルさん。おう、ハロチロンピーってめっちゃ伸ばしてる。
それってエコさんのじゃないですかね。エコさんがいつもやってるやつじゃないですかね。どっかで聞いたことあるやつ。あ、エコさんも後で来るのかなということでお待ちしておりますんでね。はい。で、太鼓さん、俺も女の子とつながりたい。そうですよね。みんなそんな感じなのか。太鼓さん、そうですよね。みんな頑張れ。みんな頑張ろう、一緒に。太鼓さん、女の子とつながりたいですよね。うんうん。みんなで頑張ろう。頑張りましょう。で、シュプリームさん、嫁のパシリで新宿アルタの人気タピオカミルクティー店で女子の列に並んで買ってダッシュで帰ろうとしたら、高田の馬場駅で山手線が止まり、早くも30分以上、最悪やって。どうしたんだろうね、止まっちゃったんだ。なんで、台風？あっちも台風だっけ。台風ですよ、今台風。え、それで止まったの？じゃあもう動かないじゃん。大変だ。でも優しいね、お嫁さんのために。はい、タピオカ、タピオカミルクティーを。そういうところあるんですね、うん、シュプリームさん、なんだかんだ言っていつも。でも早く届けないともうね、ぬるくなっちゃう、氷も溶けちゃう。もうタクシーで行くしかないんじゃない、うん、大変やね。そしてシュプリームさん、また性欲&発情の秋って、そうなのかな、それは分からんけど、いろんな秋がありますよね。そうですね。みんなは秋はいろいろ名前がつきやすい、うんうん、あ、じゃあ今日川柳秋にする、いいんじゃないですかね。秋、みんなすぐ考えられるかな。あの、先週さ、あのお題出すの忘れたんですよね。でもね、正直言っていいですか、うん、沖縄全然飽きちゃうやん。そう、あ、でもあれさ、ほら言ったさ、前沖縄甲子園の沖縄代表が負けた瞬間から、はい、秋なんです。私にとっては秋だと。そう、夏は終わって秋なんです。なんて自己中だ。でもほら、暦上9月から秋でしょ。だから9月1日だから、読書の秋、食欲の秋、空豆の秋みたいな。でしかもね、このフライヤーね、読書の秋ではそらちゃんが本読んでて、食欲の秋ではマーメイがなんか食べてる写真が載ってて、すっごい可愛いんですよ。うん、皆さん SNS でぜひチェックして見てください。今のお話にツッコミ入れていいですか。うん、何？小読み上9月から秋じゃないですかって言って、うんうん、今まだ8月ですよ。うん夏の真っ最中ですよ。うん、なのに、なのに、まあいいと思いますけどね。だってライブが秋、先取りしましょう。もうじゃあ、うん、先取り。洋服とかはね、もう秋物が出だしてる季節ですから。そうね。でもさ、うん、そうよね。天気もまあでも暑いね。暑いですよ。今日はまだ暑くないけど、僕色黒になっちゃって、もう、うん、そうですね、はい、あ、なんか言ってましたね、焼けたって。日焼けしちゃって。私も日焼けした。肩はもう皮がめくれております。おお、痛い。そっか、日焼けしたらむけるよね。そうなんですよね。もうなんか子供の時だけだな、あんな日焼けしたの。しかも私もうこういう職業になってからね、うん、もう割と外に出る機会って趣味の時間しかないんで、うん、なんかあんまり焼けなくなっちゃって、ね、油断しません。なんかこの外に出るイコール日焼けするっていう感覚がなくて。あ、もうないです、ないです。そうそう、だから、え、日焼け止めっていう存在忘れてたみたいな。忘れてます、忘れてます。で、気づいたらなんかめっちゃ焼けてるみたいな。で、サングラスしかしないからパンダになるっていうね。うん、わあ、恐ろしい。ちなみに今日私の雰囲気が違うこと全然お気づきではないですか。うん、わかんない、毎日そんな見てないからさ。で、話し声とかで雰囲気が違うなとか思わない。今日何キャラなんですか。何キャラとかじゃなくて、キャラじゃなくて。え、みんなわかりますか。いや、もう私、キャンが本日はお送りしております。どうする。皆さん、どうする。こんばんは。どうすればいい、私。エコさん。ちょっとね。エコさん。実はあの、夜寝ている時に、うんうん、おそらくいびきをかいてるんでしょう。うんうん、喉が枯れちゃって。あ、だからちょっとはイケボを意識して、話をしようかなと。え、普通に喋ったらどんな感じ。普通に喋ったらこんな感じです。うん、でもちょっとガラガラしてるからみたいな。あ、痛いんですか。風邪ひいてますかって言われるんで。あ、でもこのこじらせないように気をつけてください。そうですね、喉の、怪我の時って意外と油断すると、うん、39度とか、そうですよ、ね、40度とか熱出ちゃいますからね。扁桃腺とかね、腫らしたら大変だからね。はい、気をつけましょう。一回エキストラで喉からした時に大変だったんで。そうね、お仕事
とかに影響出ると大変だね。3ヶ月ぐらい引きずりましたからね。長あのいやあの1ヶ月ぐらいで声が治ったなと思って、うん、よしじゃあカラオケ行こうっつってカラオケ行ったら熱出ちゃって。それアホですね。それアホですね。気をつけましょう。喉に自信があったんでね、昔は。気をつけましょう。もう大丈夫だろうと思って余裕をこいていたら。そんなことが。あ、でも太鼓さんが声のトーンがいつもと違うって。正解。なんか超正解。なんかテンションもね違うよね。テンションのトーンって言いますか。いや、テンションいつも通りじゃないですか。テンションはいつも通りですよ。うん、声のトーンが低いんですよ。うん。レイニーさんが、はい、暦上立春から秋だからオッケーって。おー、あ、じゃあもう秋なの、立春終わったのか。まあ秋が経つと書きますからね、うん、でも太鼓さんもこっち今日38度超えしたし全然秋感ないよ。うん、本土でも秋感はまだないらしいです。函館さんもなまら暑、函館気温34度。函館も34度なの。北海道で34度ですよ。でもさ、ここスタジオさっきクーラー20度だった。そうですね、めっちゃ寒い。でも沖縄でも今32とか33とかしかないんじゃないですかね。うん、でも秋を先取りするしかないね。秋って決めちゃったからそうしよう。じゃあもうお任せします。はい、じゃあみんな秋考えてね。はい、ちなみに明日の天気予報ですが、沖縄県日中の最高気温32度、朝の最低気温28度ということで、やや熱帯夜の予報にはなっておりますが、まだまだ30度超えの暑い夏を迎えております。そうね、北海道よりはでも涼しいです。沖縄がだって函館34度って書いてあるじゃないですか。すごいね。そりゃすごいね。そうですね、そりゃすごいね。お、メール来ておりますね。ほい、進撃のめいちゃんさんから。あ、めいちゃんさん、めいちゃんさんなんか今日今仕事の休憩中って言ってた。はい、スクワットやらない女子の人アンドチェリーさん本日もこんにちーす。こんにちーす。スクワットはもうやらないから、うん、そーっとしておきます。イエーイ。かっこ笑急盆中ですね。そうね、相変わらずお仕事でございます。あー、かっこ笑。お忙しいですね。先週はいろいろと大騒ぎでチェリーさんも、お手上げ状態でしたねなんかあったっけその分リクエストが BGM になっちゃいましたね。あ、ほら言われるじゃない。聞きたかったのに、ね、あなたが CM ストマスターですよ2回入るチャンスあるのに。はい、ということで、はい、その分リクエストが、あ、そして、うんうん、今日の空豆川柳がありますよね。秋だよ、秋だよ、さっき決めたよ、秋だよ、聞いてたかな。本当はフリにしようかどうしようか迷ってたよ。そうだよ。残念ながらリアルタイムで聞けないので、メッセージ&リクエストのみさせていただきますね。ありがとうございます。そして空豆のインスタができたんですね。あ、そうなのよ、みんなちゃんと見てるじゃん。フォローしたい。して過去笑って書いてあります。アカウント作ってよ。過去笑って書いてあります。みんなインスタのアカウント作ってよ。では、楽しく聞かせていただきます。い、進撃のめいちゃんさんからでした。はい、ありがとうございます。そしてもう一つ、進撃のめいちゃんさんから。小曜日上は全然まだですが、かっこ笑、色黒になったってことはあの人になりましたか、かっこ笑、松崎しげるさんになってる、なってる、なってないですねもうちょっと、ま、足りない、ま、足りないですね、足りないですね。はい、モノマネが似てなかったこと悲しくなりますが、うん、モノマネした前提でのメールが続いております川柳秋ということで、2ついただいております。では楽しく聞かせていただきます。 お仕事頑張って。はい、いいね、ということで、リスナーの皆さん、本日は私キャンがイケボでお届けしておりますので、女性のリスナーの皆さんもね、ぜひぜひ投稿お願いしたいと思います。なんかやってる。はい、よろしくお願いしますとりあえずほっとこう。大塚さんも来てくれてますね。ありがとうございます。こんにちは、恋愛に突進型のゆうきさん。さっきの話ですね。さっきの話ですね。アズマックスさんのね。はい。そうそう、私は聞いてらっしゃったんですね。そうそう、窓スタジオの外でね聞いてたんですけど、まあ実際のところはどうか分かりませんが、何だったんでしたっけ今日のトークテーマが。一か八か。あ、一か八かね。はい、はいはいはい、一か八かね。一か八か。いい言葉だね。もちろんです。とりあえずやった方がいいですよね、一か八か。そうですよ、やった方がいいですよ。うんうんうん。で、なぜ一か八かという言葉があるかご存知ですか。わかりません。
日本にはゼロという概念がないからです。もともとじゃあ1かマイナス1かってこと。要は大きく取れるか小さく取れるか、まあ、要は当たりか外れかみたいな表現で1か8かって言いますけど、中間地点はありませんってこと。中間じゃなくて普通だったら全くないっていう表現ってゼロ使うじゃないですか、うんうんうん、今現代であれば、うんうんうん、なのにゼロってつかないですね。1か8かって言いますよね。うーん、皆さん誤解してるんですけど、うん、ゼロって概念は、インド発祥なので、うーん、日本に入ってくるのに少し時間があったんですよ。じゃあ何、日本は 1、2、3、4 からしかなかったってこと。そうです。ゼロがないってこと。ゼロがなかったです。無がないってこと。無がなかったです。なるほどね。へえへえへえ。は数学好きな僕からのちょっとした豆知識でした。だっていいね。はい、なるほどね。それから一か八か来たそうです。はい、ためになりましたでしょうか皆さん。そして大塚さん、木曜前の番組のアシスタントやりながらいつの間にか空豆2時間にしちゃう作戦どうですかねって。いいね、サザンブリース乗っとるか。いいんじゃないですかね。さっきもちょっとお話しされてましたからね。そうそうそう、なんか木曜日はこのアシスタントがいない率が高いらしくて。そうなんです。それだったら、いや呼んでくださいよ早めに、私来ますからっていうね、はい、話だったんですよね。だからもしかしたら本当に2時間喋るかもしれない。そうそうそう、近いうちに私2時間ぶっ続けてやってるかもしれない。実現するかもしれないです。そう、そうだったら楽しいですね。そうだったらサザンブリーズの続けて向こうでの放送可能になるじゃないですか、うん、海でやりたい。その時は海でぶっ続けましょうよ。じゃあソロ豆用の音楽もうあれですね、向こうで使うパソコンにも入れておかないといけないですね。あ、そうですね、ぜひお願いします。ちょっと考えておきます。うん、楽しい、絶対海でやったら楽しいよね。まあ、その代わり海でやると今度リクエストができなくなりますけどね。リクエスト、はい、そうなんですか。リクエストって基本こっちにあるもの、検索かけて探してるんですけど、うん、向こうないんだ。パソコンからクラウドに接続できないんで。うん、じゃあめいちゃんが参っちゃうね。そうですね。まあでもそしたらずっと空豆流しとけばいいんじゃないの。リクエストは、リクエストはね、いいんじゃない。まあお任せします。いい、しかもモーミーさんも来てる。なんて、ゆうちわんよ生天ぷらやちょーんって。天ぷら焼いてるってこと、天ぷら揚げてるってこと。おあだね、きっと、ね、まあお盆だからね、運慶のために。やっぱみんな忙しいよね。忙しいですよお盆ね、はい、みんな先祖をね迎え入れるということで、はい、あ、で太鼓さんがゼロがないのにマイナス1もっとないだろうって突っ込んでる。まあ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 、あ、じゃあマイナス1って概念もなかったのかな。そうですよ、もちろん日本にはなかったんですよ、そういう概念が。1からしかの数字しかなかったんです。へえ、すごいねそれは。でもすごいのは日本はすごいこの大きい数字までの数の名、うん、呼び方って決まってるじゃないですか。うんうんうん、 K とかその上もあるじゃないですか。あ れ、ね、あれって使うことあるのかな。あれはですね、今からの時代はどんどん使っていくかもしれないですね。うーん、どんどん、ね、天文学的数字に近づいて、あのコンピューターの性能上がっていきますんで。うん、あ、じゃあ何、あのなんていう、あの星までの距離を測るときみたいな。そうです、そうです。ぐらいにしか出てこないよね。ような数字が実は名前ついてるんですよね。で、一番日本で大きい数字の単位が無量大数です。うんうんうん。無量大数？無量大数。あ、なんか懐かしい。いや、一時期さ、なんか一回ハマるじゃん、はい、学生の頃にこの、はいはい、ね、覚えるの。一十百千万十万百万。ん？千万？千万。1億億10億10億100億100億1000億1000億兆、そう、1兆10兆はぁ100兆1000兆1000兆万兆なん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  1K ですよ。あ、1K って皆さん超軽外、その後が何だっけな。あ、なんかそんな感じだね、はい、超軽外で、アソシギとか無量大数とか。あ、もう無量大数ってことはもう無量の多い数ってことよね。
もうこれ以上は計り知れねえぞみたいな、すごい大きいよっていうのを伝えなかったんでしょうね。うん、なるほどね、はい、懐かしい言葉に触れました。無料体数って曲作ろうかな。いいんじゃないですかね。私でも作ろうかなって言って今までラジオで、はい、ラジオまだ一回も作ってない。ラジオで作ろうかなって言ったもの一個もまだですよね。うん、そう、スクワット、はい、アシンメトリー。アシンメトリー他にあったっけ、僕のテーマソング。あ、完全に忘れてた。まあ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 頑張るわ。そしてのの中の銀のホタルさん、ハイサイ、ゆうきちゃん、キャンちゃん、チューガナビラ、クヌ番組やチャングトール、ユンタクハンタクが音楽は書きいる番組ってあの役をお願いいたします。キャンさん、途中らへんですね。ユンタクハンタクが喋るでしょ。この番組はチャングトール、ユンタクハンタク番組。ああ、ずっとユンタクハンタクしてる番組かってことです。あ、音楽は書けるかって。あ、待ってください。音楽は書きいるって。音楽書けるかじゃない。そうです。あ、書けるよ。ちょっと音楽書きいるのところ、僕のところ消えてるんですよね。あ、そう。ちょっと見てみましょう。音楽は書きいるって書いてる。まあ、音楽も書けますかってことですね。うん、書けまーす。書けますよ。ユンタクハンタクがでも多いですもうなんかすごいね、音が。はい、誰か捕まりましたね、目の前で。誰やー。止められましたね。でもさっき結局なんかパトカーさん多かったね。はい。そして太吾さん、彼女と別れたから新しいことつながりたいって。もうおめでとう。いや、いいね。おめでとうじゃないでしょ今の返しておめでとうはおかしいでしょ。つながりたいってまだ相手が見つかって、あ、見つかったらおめでとうはもう分かりますけどもう別れがあれば新しいこと、確実に出会うってことだからね。いや、楽しみにしましょう。ほら、太鼓さんもおめでとう。太鼓さんの新しい可愛いバング、彼女、はい、楽しみにしてます。あの、報告待ってますね。太鼓さんの新しい彼女と僕の初めての彼女、どっちが早いか。あ、勝負しよう。そうです、そうです。じゃあ、はい。太鼓 VS キャンティ。キャンティ。どちらが先に。どちらが先に。女とつながるか。女とつながる。イェーイ。女とつながるかってなんかやらしい言い方ですけど、はい、だ今日のテーマでしょ、つながり。はい、はい、じゃあ大吾さん、経過報告よろしくお願いいたします。お願いいたします。待っておりますので。待っております。はい。そしてなんかね、シュプリームさんがね、はい、ほらさっき電車が止まってるって言ってたじゃないですか、はいはい、そしたらね、首を長くして待っている嫁に電車止まってるわと電話したら、一生帰ってこんでいいって言われたって。ひどーい。タピオカが、タピオカか買いに行ったのにね、嫁のために。かわいそうですね、うん、そんなこともあるんですね。一生帰ってこんでいいはひどいですね、うん、でもツンデレしてるのかもよ。かもしれないですね、うん、本当は寂しくて寂しくてたまらないと思います。寂しくて寂しくて震えるって言っておきましょうかね。うん、なんか替え歌です。大丈夫、このテンション。替え歌です。あ、で、太鼓さんが女とつながることはできるよ、笑う女友達に女紹介してって言えるから。はあ、ダメ、ちゃんとした彼女にしてね。まあ、確かにその方法ありましたね。うん、まあまあ、じゃあ勝った方はあれね、そら豆ライブ無料ご招待ね。太鼓さん、いいでしょ、それで。欲しいと思ったら頑張りましょう、お互い。はい。無料ご招待のために頑張りましょう。超やる気出るじゃん。もう、めっちゃやる気出ますよ。ね。ね、そうそう。めっちゃやる気出ますよね。皆さん、今日の、秋がテーマの、そら豆川柳も、大賞を取った方は、9月1日のそら豆ライブに無料ご招待ですので、はい、頭をフル回転して、秋じゃないかもしれないけど、今は。秋の川柳考えて、もう思いついたらポンポン出しといてください。最後にね、まとめて読みますので。みんなやる気出るよね。やる気出ますよね。大吾さんが無料はいいけど移動費半端ないって。半端ないって、うん、なんかもう今日この人テンションおかしいけど大丈夫かな。テンションいつも通りっすよ。まあ移動費はね、はい、まあ、よく言われますけれども、
まあ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 、まあ、愛があればなんとかなります。大阪半端ないってぶりに、移動費半端ないって、いや、なんとかなります。移動費半端ないってもうそのまま飛行機で移動とかありえる？もう先言うてやみたいな。どうしたの？え、わかんないですか、このネタ。わかんない。わかんないのか。じゃあ続けても意味がないな。そうですね。タイゴさんは知ってるはずだけど、うん、じゃあタイゴさんに伝わってればいいんだと思います。はい。モーミンさんがチャングトゥ番組ってどんな番組って意味って。あ、どんな番組？さっきの、この番組はもう本当にこのね、ツイキャスのコメントとユンタクハンタクして気づいたら1時間終わってるっていう番組ちょっとね、ラジオらしくないラジオ番組です。どうぞ皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そら豆川柳もやっています。やっていきます。で、大塚さんが作ろうかなは作らないサインって曲制作どうですかねってもうなんか作らないって言っちゃってるじゃん。いや、作るから大丈夫。曲作るって曲作ろうかないいんじゃないですかそれね。面白そうっすね。うん、そうね。なんかその曲を歌ってると新しいメロディーが浮かんでくるみたいな。そうだね。曲最近、先月、あ、でも今月も 2,3 曲作ったんですけど、まあまあまあ頑張って作ってみます。で、太鼓さんが半日以上移動だよって、頑張ろう。山形でしたっけ、どこだったかな。うん、頑張ろう。でもその後にね、すごい苦労、時間と労力をかけて来たライブ、すごい楽しいと思いますので、うん、お待ちしておりますじゃあここでめいちゃんリクエストいきましょうか。はい、めいちゃんリクエスト用意しておりますよ。はい、はい、本日のめいちゃんリクエスト、アクセウェル&イングロッソでシンキングアバーチュー。なんかあったのかな、逆に交通違反じゃなくて。え、トム、今日大丈夫？みんな見に来てね。え、トム大きいですけど大丈夫ですか？大きい。ちょっと下げますよ。耳痛いでしょ。痛い。おじいちゃんおばあちゃんになってます。これぐらい。全然いるかな、山形かな。乗り返しないとくれないとか、とか。それは大変や。すごい移動時間と移動費になりますね。そっか、直行で行くのがいいんだ。それは大変。でもきっと大丈夫。え、でも羽田から関西、関西空港行かなくても羽田から直行便ないかな。あります。じゃ羽田から直行便しましょう。甲子園終わりましたね。終わりましたね。大阪桐蔭の優勝。大阪桐蔭が優勝したんですか。大阪桐蔭が優勝しました。なんか準優勝のところはなんかニュースで取り上げられてるの。初めて東北の、チームが、今回秋田のチームだったんですけど、初めて、この決勝まで上がってきて、それで話題になってました。もし優勝したら東北初の優勝チームってことで。残念だった。まあ、でも初の準優勝ですので、まだまだ来年再来年チャンスがあるかと。
後輩たちが頑張って先輩たちの後追ってくれればってところですかね。そうですね、しましょう。そういえば砂川島の話してない。そうですよ、砂川島の話をしてたな。それから潜入、今日まだ30分。じゃあ、さっそく CM 行きます。この月朝の5時前に集合の地区を5時前。5時前に集合の地区、もう夜ってこと。5時前に出てくるってこと。はい、じゃあ、あと10秒でいい。はい、そら豆ラジオ、今日もゆるーくおしゃべりしています。キャンティーさん、マイク聞こえなくなっちゃったんですけど、次はマイクが聞こえない。はい、マイクが聞こえない。マイクが聞こえない。マイクが聞こえない。マイクがおかしいね。これ、これヘッドホンから音が聞こえなくなっちゃった。音聞こえなくなっちゃった。うん、びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。大きくなっちゃった。大きくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。どんな人があるかな。よろしくお願いします。いろんなことが起きますね。シュプリームさん、どうした？ありがとうございます。目の前にボインちゃんが立っていて、目のやり場に困り目を閉じたら寝落ちしていた。ウケる。目を閉じるんですね。シュプリームさん、なんかめっちゃ見そうだけど、がっつり。シュプリームさん一応紳士ですからね。なんか言うことはあれなのに、ここで発散してるんですよ。あ、なるほどね。はい。あ、じゃあ実際会ったら全然違う人格ってことじゃないですかね。それはそれは、そこはまあシュプリームさんのね、普段の振る舞いとか僕たち見てませんので、うんうん、まあ、想像上でしかないですけど。そう、ね、だって嫁のためにさ、高田の馬場まで、はい、ミルクティーをね、あ、アルタまでか、新宿アルタまで、はい、ミルクティー買いに行くのもね、タピオカのね。そうですよ。はい、優しい、真摯に違いない、優しい方なのでしょうね。真摯に違いない。はい、そうなんだ。あ、さ、それでさ、先週瀬中島のあのほらコンテスト行ってきたんですよ。はいはいはい。なんとグランプリ取れませんでした。残念。チーン。そうなんですよ。ね、出場者が8組ぐらいいてね。でみんなで、まあ、1人10分ぐらいかなで歌ったんですけど、まあ熱くて熱くて、はい、たまらなくて、まあみんなで溶けて、まあ、励まし合いながらリハから本番まで迎えたのですがね、このなんだろう、グランプリがこのいいねの数だったんですよね。インスタと見てましたね。そう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 、フェイスブックのね。まあそれでまあ結構ね、まあなんだろう、写真の撮り方なのか何なのか分かりませんが、まあ、知り合いが多い人なのか、まあグランプリには及ばなかったんですが、たくさんの方がいいねをしてくれて、あの何、フェイスブックとかシェアしてくれて、それを見て私はすごく嬉しくて涙ポロポロでした。皆さんまた泣いちゃった。あの泣く寸前で運転、もう早く帰らなきゃいけなかったんで我慢してその後またすぐね予定があったんでね。でも皆さん本当にありがとうございました。いいねポチポチしてくれた方で、なんかこれから毎月あるみたいで、なんかダンスと多分歌交互なのかな、
だからまたね、あの機会があれば挑戦して、あの賞金ゲットして、まあこの宿泊券もあるんですけど、それをねいつかは、まあ、空豆川柳のプレゼントにもできたらいいですね、大賞のね、はい、で頑張っていこうと思うので、皆さんよろしくお願いいたします。頑張ってください、はい、ここでメールがいつ、はい、ハイサイ、ハイサイモーミー IBC が、おお、モーミーさん、今日は地元のエーサーがあってよ、あいやそうなのね、小学6年の女の子に、うんうん、来年中学生になるから今のうち抱っこしておこうって言ったら、うん、いやスケベハゲモーミーリン言われた。そりゃ言われるわ、小学生でしょ、言われるわ、小学校はもう大人よ、小学生は、はい、今日絶対抱っこするからよ、編集部楽しみにしや、うん、それと、うんうん、ユーチ割ったそう、あ空よ、うん、変なのついてるなんかこれ何か安心またやつだよほら、さっきね私の、はい、あのフェイスブックのコメントに写真付きで、はいはい、なんか割ったあの猫、はい、なんかついてるけどって言って、はいはい、あの股間の写真送ってきてるんですよ、これにもついておりますよ、ちゃんと添付されております何がついてるんでしょうね、でも猫ってこのあたりねちょっと撫でてあげると喜びますからねあ、そうですか、はい、私はもうさっぱり何がついてるかわからなかったので、もうスルーしときました、とりあえず。そしたらまさかのラジオ中にコメントまで来るという、なるほど、恐ろしいですね、恐ろしい、スルーはさせないスルーはさせないと、なるほど、はい、じゃあちょっと早速空豆川柳行ってみましょうかね、いくつか来てるので、空豆川柳始まるよ。猫の空と犬の豆、フライング、耳に合わせて空豆、はい、フライング言うな、溜めすぎなんだよ、溜めすぎなんだよこんなね感じで私たちは全くタイミング読むの大変なんだよ、息が合いません半年半年なります、まだなってないですよ、4,5,6,7,8 5ヶ月一緒にやって、はいはい、全く息の一つも合いません、はい、そこが見どころでございます、見どころでございます、はい、で今日のそら豆川柳のお題は、まあ、さっきね秋ってみんなで決めて、まあみんなでみんなに考えてもらってて、でいくつかもう来てるので読んでいきたいと思います、みんなもなんか出てきたらどんどんポンポンぜひ送ってください、お願いします、お願いします、じゃあねえ、まずね誰がいたかな、あ、脳の中の銀のホタルさんの川柳からいきます、いくよ、食べるのもスポーツするのも諦める、何回っすか結局、1、あ、1なの、なんで諦めんなってこと、諦めるなってことですよ、え、でもうまいじゃん、だって秋と諦めるかけてるんだよ、チーン、このなんかねストイックだからね、諦めんな、だって諦めはよくない、いやでもいいね、ちゃんとかけられてる、では、いいですよ、うん、作品としてはすごくいいなと思いますけども、個人的な、個人的に諦めるなと、個人的エールを送らせていただきます。プラスイです、はい。では次、シュプリームさん、いくよ。秋ふかし、隣は嫁を食う人ぞ。これが日陰なの。なんか怖いね。だって嫁食うんでしょ。誰が食うの、嫁食うんでしょ、思う、これが関係してるじゃないですか、もう。でもいや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 、まあでもね、シュプリームさんじゃないんでしょ、食う人は隣の人ってことよね、シュプリームさん完全にチンの話してますよね怖い怖い、こういう人が多いよね、だからニチンですらしいです、はい、はい、そしてそして、はい、あ、いくよ、またシュプリームさん、いきます、秋が来た、今の嫁にも秋が来た、
私発音大丈夫でした。今秋が来た、今の嫁にも秋が来た。え、でもなんかこれ上手くない？うまいんですけどね。だからさっきのと一緒ですよなんかご愁傷様みたいな感じなんか夢がないね夢がないけど一応うまいよね、はい、うまいですね、うん、お上手ですね。やはりそうですね。あ、そしてレイニーさん、はい、いくよ。甲子園秋田代表頑張った。続けていきます。秋竹城中森明菜八代亜希この秋がつく人並べただけじゃんそうですね。斬新ね。斬新ですね。斬新ね。ですけどなんかちょっと寂しい感じがするので、もちーんでもなんか雰囲気似てますね。なんか肝心の雰囲気っていうか、はい、でも秋っぽくないですか。やっぱ秋が入ってるだけに。この方たち秋が似合うような、まあ、似合う、まあ、着物とかつけてらっしゃるイメージが多いですからね、うんうんうん、そうだね。じゃあ次大塚さんね、はい、いくよ。ゆうきちゃんが売れドームでライブでも川柳で招待てんてんてん。川柳になってないななってませんでもそうね、私が売れてまあドームやらね武道館でライブするようになっても空豆ラジオが存在して空豆川柳やってね、うん、招待できたらいいね。いいですね。ぜひぜひ夢のようだね。ぜひぜひ叶えてくださいね。あ、でもさ、あれじゃない、もう相当遠い未来じゃないと思うよ。そのポジティブ思考を少し分けてもらえないかなそんな気がするよ。ちょっと僕もそれに乗っかりたいな。だから皆さん私を離さないでください。しっかり捕まえててください。いやいや捕まっててね。そしてあ、レイニーさん謎かけきた。いくよ。秋とかけてトークと解く、その心はどちらもサンマがうまいでしょう。ほー、うまいね。お上手ですけどね、まあ、川柳じゃない秋とかけてトークと解く、その心はどちらもサンマがうまいでしょう。そうね、謎かけってさ難しくない？レイニーさんよくね送ってくるけどね。いや、そうでもないですよ。私謎かけできないな絶対。謎かけ意外とダジャレとか思い浮かぶ人は割と得意じゃないですかね。だってなんか共通のものが出てこないといけないってことでしょ。そうですそうですそうです。ただな、あの、急かされて言うのは大変かもしれないですけど、あ、ゆっくり時間があれば、はい、うん、あと日頃から訓練しておけば。あー、なるほどね。すごい人がいましたよ。何何？紺野ぶるまさん、芸人の、うんうん、あのピン芸人の紺野ぶるまさんって、うん、R1 でしたっけ、うんうん、一人でやるのは、R1 の決勝とかに残るような方なんですけど、うん、下ネタがありまして、うんうん、全部に絡めたあの謎かけを解くっていう、特技を持ってて、うんうん、あ、結構天才的でした。その場で即興でやったりとかもするんですよ。すごいね。あのお題をしかも観客席からもらったり。やっぱそういう人いるよね。あれは、あ、すごいなって思いました。純粋にすごいなって思いました。そうなんだ、ね、だ日頃からやっとけばできるんじゃないですかね。大吾さんが松竹芸能の女芸人さん。そうそうそう。あ、女の方？女性の方です。すごいね。みんなやっぱいろんな才能がある。私の才能は何でしょう？シンガーソングライターだから歌えって。ここでもう歌っちゃえって。この前さ、この前歌わせてくれなかったんだ、みんなが。歌やらないからでしょ普段からやらないからでしょあれシンガーソングライターなんだから。お前は喋っとけってシンガーソングライター。でも私もね、はい、結構さ喋るのが好きなんだよ。いや、まあ、分かりますよそうですけどシンガーソングライターがラジオやってるのにずっと喋ってるってなかなか珍しいですよ、うん、じゃ、なんかさ、せめて月1回でもなんか歌の日入れてるんじゃないですかなんかね、なんなんだろうね、はい、もう私は普通じゃないんで常識が通用しないというかまあ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 、じゃあメールの方も来てるんでね。あ、お願いします。めいちゃんからも来てたね、はい、メールのリクエストの方も、はい、リクエストというか川柳の方もご紹介したいと思います、はい、進撃のめいちゃんさんから、はい、
秋が来た飽きないラジオ空豆た、イエーイ、いいね、はい、じゃあもう一つ、甲子園、夏が過ぎれば秋が来る。そうよ、秋が来るのよ。もう私は秋よ、コーナンが負けた瞬間から。そうですね、言っておりましたね。そうなの、はい、これはメールも来てますね。おい、ラジオネームキャンディーさん、おありがとうございます。松本、理香さんのスクープをリクエストしたいと。お、じゃあ次の、棚に見つかりましたと言われ、時間なかったので、うん、リベンジリクエストしてみますということで、あ、じゃあ流してあげて、ラブソングだよん。お、いいね、ラブソング、秋は、ラブラブの季節だねということでメールいただいております。そうだね、ラブラブする人がいたらいいけどね、はい、みんな。そしてですね、川柳の方も、うん、川柳に挑戦ということで、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと読ませていただきましょうね。はい、諦めない秋メラメラ、あ、秋諦めない、うん、秋ラメラメメラメラムラムラ、秋は恋人ゲットだぜ字余り結構さ多いよね、こういうのね。もう字余りどころか、はい、もう謎かけになったりね、ラジオネームキャンディーさん、キャンディーさんありがとう。字余りどころかあの一行多いですはい、メラメラ諦めない、諦めらめメラメラム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 ラしてんのかな。秋は恋人ゲットだぜ、これ諦めらめいらないんじゃないですかこれ諦めないメラメラムラムラ、恋は、あ、秋は恋人をゲットだぜ、これだったらな、まあ、字余りでなんとか、めっちゃ突っ込まれてるよ、うん、キャンディーさん、はい、そんな感じですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。リクエストの方もちょっと探しておきたいと思います。はい、じゃあね、そろそろ時間なんで、探し次第、スープですね、流してあげてください。はい、じゃあ今日もね、いろんな川柳来たんだけど、でもあれかな、来週も秋にする、来週ですか。そう、今週と来週くっつけて、はい、から秋にしよう、あ、秋にしよう、対象決める。あのね、そう、先週私あの何だった、お題を決めるのを忘れて番組内でね言えなくてね、その後しかも SNS でも告知もしてなかったんですよね。ってことで、まずね、今週のもらった川柳と先週じゃない、来週の川柳合わせてまたね対象を決めようかなって思いますので、皆様来週もねちょっと川柳ぜひ考えていきたい、いただきたいです。秋でね、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、しかもね、そうそうそう、最近私いつもあれ作ってるんですけど、この何、対象取った人のあのなんていうの、あれ、画像、画像っていうの、あの誰々さんが撮りましたっていうの、ちょっと先週それも作れなかったんで、またね今週中に作ってアップしていきたいと思います。ってことで、今キャンティーが一生懸命キャンディーさんのリクエスト曲を探しております。キャンディーさんの、あった、なかったです申し訳ありません。キャンディーさんないんだって。ちょっとごめんね。ちょっとこの番組では、そっか、ちょっと時間作らないといけない。ああ、探すのに時間かかる、はい、じゃあ来週とかね。はい、ちょっと来週までには用意しておきましょうね。うん、また来週もぜひぜひ、はい、ソラメラジオに遊びに来てくださいませ。はい、はい、じゃあもうめいちゃんの行く。そうですね、めいちゃんさんのが、ちゃんめいの、ちゃんめいさんのが、ちゃんめいもう一つちょっと僕の興味のあるのがあったんで、うん、はい、なるほどね、 OK です。あ、ではではお願いいたします。じゃあ一旦曲いって CM という。はい、空を家に連れてきた、
明日の衣装何着ようかな。みんな9月1日ライブだよ。明日もライブだよ。見に来てね。待ってるよ。最後キャンディーさんから面白いコメントが入ってるんで、うん、放送で読みましょう。多分キャンディーさん放送で聞いてるよね。うん。は一ペネフェイあ二ペイデビュー、パーソナリティさんがイケメン声、ホームページでゆうきさんと名前ありましたよってことで、ゆうきさんが僕だと思ってます。なるほど。確かに私男と間違えられる。でも最近なんかモーミーさんがヒッチ勝る勝る言うんですよガッカチでこのメッセンジャーに勝るって来てから、あ、なんか送ってる人間違えてんのかなって思ってから、でも私のことでした。あー気づいたみたいですねまた来た。はい、あの男性の方はキャンディーさんですか。同じ名前だ。そうそうそう、キャンディー、キャンディー、キャンディーですね。キャンディー、だから兄弟ユニット、キャンティーキャンディー、キャンティーキャンティーキャンディーキャンディー。ちなみにこっちはチェリー味のキャンディーなんですけど、キャンディーさんのお味は何味でしょうかどうしよう、ひひみさんからの今来たか、何だろうな。みんな今日お盆だね。あ、でもなんかお盆感ないね。あ、そう、今日お盆だったから幽霊の話しようかなと思ったんですよ。でもなんか今日は何の話してるかわからないけど、こんなんだから今度幽霊話する。今度はじゃあいろいろ用意していきましょう。私幽霊とお友達なんですよ。いっぱい来るかもお話しした。お、千里ちゃん美しいね。じゃあ一旦 CM 行きます。ご苦労ありがとうございます。お母さんがライブは MC 長く話すんですか。うん、割と喋ってる。でも無駄話はあんまりしないけどでも喋ってる時間気にしながら。でワンマンライブだったら結構喋ってる。あの他のアーティストとの対バンだったらちゃんと気使って喋ってる。ワンマンライブは結構好きなように喋ってる。まあ、こんな感じ。ラジオみたいな。ラジオに歌がくっついてるみたいな感じです。ぜひ遊びに来てください。多分ね、面白い。はい、そら豆ラジオ、ただいまそら豆川柳やっております。でちょっとまたツイキャスでね、川柳来たので読ませていただきたいと思います。あと2分なので OK 任せて、はい、タイムは考えてお願いします。野、はい、の中の議員の蛍さんいくよ、はい、見渡せば夕日で輝くもみじの山、美しいね。いいですね。情景が見えますね。はい、じゃあまたメールでも来てるみたいなのでお願いいたします。はい、メールを紹介させていただきたいと思います、はい、ラジオネームキャンディーさんから。はい、ありがとうございます。わー、一平二平デビル、パーソナリティさんがイケメン声、ホームページからはゆうきさんと名前がありましたよ。
そして2通目の方でですね、はい、男性の方はキャンディーさんですか、同じ名前だってイケボイスありがとうございます、ちなみに私この番組で名乗ってる時はですね、キャンティーと名乗っておりますんでね、チェリアジのキャンティー、しかもこの番組だけなの私ね、FM ギドンスタッフのキャンですのでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私がユウキです。はい、よろしくお願いします。今日はちょっと声がガラガラなのでイケボを意識してみました。はい、そういうことです。はい、そしてそして以上です。あ、以上ですか。はい、ありがとうございます。もう1分切りましたからね。じゃ皆さん、いや今日もね、いっぱいアッキーに関わる川柳いただいたのですが、来週も引き続き秋で、まあ、今週と来週の合わせて大賞決めて、そら豆大賞、そしてそら豆ライブ無料ご招待したいと思いますので、皆さん来週も秋で考えてコメントくださいませ。よろしくお願いします。お願いします。今日は本当にありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。皆さんありがとうございます。ちょっと今日めちゃめちゃだったな。はい、じゃあありがとうございます。また来週。バイバーイ。